そのままで、ありのままで私のところに出てきなさい。私はあなたをそのまま、ありのままで受け取り、そこに私の恵みと力と愛を注いでいこう。私は憐れみに満ちた神、憐れみと恵みに満ちた神であると主は言われます。あなた方ができなかったことではなく、ただ恵みを数えて私のところに出てきなさい。私はあなたの過境を負い、弱さを負い、私の恵みと祝福で満たしていこうと主は言われます。私は癒す神、私は救う神、私は助ける神、そして私は祝福する神であると主は仰せられます。またあなた方の義、あなた方の正しさをはるかに勝る私の十字架の愛がこの地を覆い、このリバイバの技を完成させていくと主は言われます。私に期待しなさいと主は言われます。私はあなた方一人一人を高価で尊いと語りました。私はあなた方一人一人を祝福し、高価で尊い存在として、これからこの町で、そしてこの国で、この時代に力強く用いていこう。あなたの人生を軽んじてはいけません。あなたの人生を通して私がなそうとしている計画は、これから本格的に始まってくると知られます。今まで通ってきたことの全てが益となって、この終わりの時代に私は力強く用いていこうと知られます。全世界に出ていきなさい。そしてまたこの町に、私は約束した通り信仰の町を建て上げていきます。私はあなたの存在をその時力強く用いていこうと知られます。私の声に従って恐れずに踏み出していきなさい。私はあなたを通して働き、あなたを通して私の栄光を、技を、愛を表していこうと主は仰せられます。 God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。大礼拝にこのメインサービスのいたお一人お一人をありがとうございます。インターネットオンラインで礼拝されている方、ダウンロードして礼拝されている方、お一人お一人をありがとうございます。様、今私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通し私に語り、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵と式と礼を例えを持って、聖霊様はご自由に語ってくださり、神の言葉を私の心に刻み、その言葉を通して私たちがこの週、新しい月、豊かにあなたの祝福と恵みを受けていくことができるように力強く導いてください。語る者にこのままへりくだります。主を語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。信じて感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお伝えください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、どうぞマルコの福音書の5章の25節から34節のところですけれども、最後のところに、娘はあなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい、病気から健やかでいなさいって書いてありますが、この御言葉がキーなんですけれども、まあ25節から見ていきますが、ところで12年の間長血を患っている女がいたと書いてありますが、このヤイロという方の娘さんが死にかけていて、そしてそのヤイロさんの娘さんを助けに行くときに、途中でこの女性が出てくるわけですね。でこの人は12年間長血というのは婦人病です。だから12年間婦人病で、まあ、苦しんでいたわけですね。で、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく持ち物を皆使い果たしてしまった、何の甲斐もなく悪くなる一方であったと書いてありますね。ちょっと買い方がね、お医者さんに失礼かなという気もするんですけども、だけども、まあ、当時はまず一つは保険がなかったから、医療費というのはすごく高いんです、まずね。で今ちょうど高原さんがおっしゃってましたけども、まあ、本当に体が、ね、大変な時に、まあ、いろんな審査の人がね、あの医者さんがいい、この医者さんがいいって言ってくれたり、東洋医学がいいって言ったり、中国針がいいって言ったり、電池機がいいって言ってくださって、みんなこう全員から言ってくれて、本当に実際行くわけですね。で保険が効くのもあれば効かないのもあって、とにかく高かったってね。
で、一時ふっと良くなることがあったとしてもすぐ元に戻るんですって。でこの人もおそらくいろんな人が言ってくれて、で自分も治りたいからいろんなところに行っていろんなお医者さんにかかるんだけど、で当然高いわけですね、費用はね。たくさんのお金をかけてかかるんだけども結局良くならないで、かえって悪くなってしまうという状況だったんですね。これはね、本当にこう、そして何もかもなくなってしまったっていうことなんですね。全てなくなっちゃったっていう、ね、で本当にこの時失望したと思うし、まあ、絶望したと思うんですね。ところがその何もかもなくなってしまった時に、24歳の彼女はイエスのことを耳にして、耳にして聞いたんですよ。イエス・キリストは大病を癒してるよ、清めたよって、中風の人を治したよって、盲人の人の目を開けたよって、ね、耳が聞こえなかった人の耳を聞こえるようにしたよって、そういうことをイエス・キリストはされてるよって。で大病っていつも言いますけど、聞かれた病ですから、その人も癒されて清められた、社会復帰したんだよっていう、そういう話を聞いた時に、この人は何もかもなくしていって、もうイエス様のところに持っていくものは何もない。だけどこの方だったらきっと何もなくったって、この方のところに行けばきっと治してくださると彼女は信じたんです。ここがキーなんですね。もう本当にいろんなお医者さんにかかって全然ダメだった、ね、まあ、悪いお医者さんも中にはいたけど、いいお医者さんもいたと思います。でもどんなにやってもらってもお金をかけても治らなかった。何もかもなくなって、ああもうこれは生涯このまま行くのかなと思った時に、イエス様の話を聞いた時、彼女はこの方だったらきっと私を治してくれるって信じて期待したんですね。でこの方のところに行って、着物にさえも触れば、すごいですよね、着物にさえ触れば治る。で後で分かるように、後ろからそっと触るんですね。日本人に合ってますよね。群衆に紛れて後ろからそっと触る、こう前に出て行って人をかき分けて前に出て、私を祈ってって言うんじゃないっていうね日本人はそういうタイプじゃないですよね。こう後ろから紛れてそっと触るってタイプですけども、これそうだったんですよね。で彼女は信じたんですよね。実は皆さんね、今日2つ期待、1つはね、皆さんは期待してこの女の人のように今日期待してこの礼拝の場所に来てらっしゃいますか？オンラインされてますか？きっとイエス様は語ってくださる、きっとイエス様は私の触れてくださる、この病気に、この心に、この問題に、きっとイエス様は触れてくださる、きっとイエス様は私に言葉を語ってくださるって期待してらっしゃいますか？この女は信じて期待してきたんです。どんなお医者さんにかかってもダメだった、どんな名医にかかってもダメだった、どんなのを買ってを使ってもダメだったけど、イエス様ならきっとしてくださるって期待して信じてイエス様のところに来てるんですね。で今日礼拝に来られてますので、その本当に主に期待してるからですよね。この信仰を持ってきた時に、主に期待してる時に主が働いてくださるんですよね。で皆さん、教会はね、キリストが満ちてるんです。すごいそれを感じてね、ああ神が笑うと思う時もあればね、よくわからんって時もあるかもしれません。しかし聖書には教会にキリストが満ちているって書いてあるんですね。あなたの感覚ではなくて御言葉が正しいんです。教会にキリストは満ちているんです。教会にキリストは満ち溢れているんです。でキリストは愛の方なんです。命の君なんです。平和の方なんです。癒してくださる方なんです。解決して解放してくださる方なんです。このキリストがあなたに手を伸ばして、体を癒し、心を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を与えてくださる方なんです。でイエス様の方は今日も今もあなたに触れたいと思っている、あなたに恵みを注ぎたいとイエス様は本当に思っている。私の方がこの方に期待してきているかどうかってことが大きいんですよね。で一緒に期待してほしいですね。で疲れて眠ってしまっている人も期待してください。眠っているものにも備えてくださいって書いてあるから、眠りの中で主は語り、夢を通して語り、パッと目が覚めたら治ってたってことが起こります。これ本気で言ってるんですよ、真面目に。なぜかってキリストが満ちておられるから、主が働かれるんですね。でこの女の人はイエス様のところに行ったわけで期待してね。でもう一つはね、皆さんね、人々を招きましょう、キリストのところに。一つはあなたのうちにキリストがおられるから、そのキリストと共に行って、キリストから大丈夫よって言って、こっちから行って、あと語ってあげて触れてあげてほしいんですね。あなたの手を通して主が語るからね、と同時に招いてほしいんです。教会にキリストが満ちてるから、イエスのことを聞いて彼女は期待したんです、信じたんです。聞かないとわからなかったんです。イエス様のことを正しく知っている人は、日本には福音が伝えられると言ってますが、正しく知っている人は残念ながらとても少ないと思います。
イエス様が本当に力を持って愛を持っておる方で、この方に権威があって、この方に不可能なのは一つないってことを本当に知ってる人は少ないと思います。なんか間違ったイメージが多いですよね。今はどうかないけど、私の時代はですね、なんか白い衣を着てですね、こう清く正しく美しくスーッと現れてですね、右の方をぶたれたらハラハラと倒れるっていう、そういうイメージだったんですよね。私の時代です。今は知りませんよ、ね、100% 間違いですね。右の方を打たれたらね、腹を倒れないんですよね。イエス様はニコッと笑って、相手の目をしっかり見てね、それで気が済んだかいって、済まないならどうぞ右の方をぶっていいよっていう、権威と力を持って語れる方なんです。知ってました？全く間違ったイメージがいっぱいあるんですよ、世の中には。祈りなんて気休めだと思ってるんです。とんでもありません。祈りぐらい確かな神の手を見るものはないんです。真実に心から具体的に大胆にキリストの名によって求めれば、十字架を土台に求めれば、復活した主に求めれば答えられるに決まっているのです。この女の人はいろんな人にかかっても治らなかった。その間キリストの話を聞かなかった。高原さんは脳血腫の時にすごいですよ、先進 C で120キロでアメリカの山を登ったんですね。そら死にそうなるでしょう。よく助かりましたよね。神の助けですよね。そしてね、もうずっと言ってましたね、十数年間なんか料理をしてたからね、本当はフランスに行きたかったらしいんですけど、アメリカに行って料理したんですけども、もう首側に上げれなくなってきてね、で最後もう料理できなくなってやめたそうなんですけど、本当に痛かったそうですね。でもキリストの話を聞いて、でクリスチャンになって癒されるんだって期待を持ち始めた。それである時聖会に来てね、東京カリスマ聖会で一番後ろに座ったんですって。まあ後で話します。一番後ろに座った時に聖書の言葉で癒されちゃうんですよね。で聞いたんですよ、キリストの話を。それまで知らなかったんですよ。それで彼は信じて期待したんですね。皆さんはイエス様の話を聞いて、そしてこうやって日曜日も主に期待してきてるんだと思うんですけど、知らない人いっぱいいるんです。あなたのそばに実は傷んでいて、病気かもしれない、家族関係かもしれない、経済かもしれない。そういう人たちに、ね、キリストのことを分かっちゃってほしい。そして招いてほしい。キリストはその人に働かれます。でね、でこの時あの彼女は、耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。まあここ触った、後ろからね。どうしたかって言ったら、お着物に触ることでもできればきっと治ると考えてたからである。まあ、これは直訳はと告白してたからである。つまりそう信じていたんです。きっと着物に触せば、イエスこの方だったら着物にさえ触れば治るって、素晴らしい信仰ですよね。礼拝に記載すればきっと何かが起こる。昔ね、ある山田牧師のところの息子さんがね、言ったんですよね。何かが起こる、長崎教会キャンプって言われたことがあったんですけど、また再び起こして、ね、やりたいですけど、ね、教会キャンプをね。白馬キャンプは今ありますけど、伝体ではね、長崎教会でもやりたいなと思いますけども、何か起こるぞって期待して来るわけですね。でこの時もこの人は、イエス様だったら、この身さらだけでいいって、この身さらさえすれば直してくださるって信じてたんですよ。そう信じて後ろからこう言ったわけですね。なんか親しみが湧きません？なんかこう人をかき分けて前に出て行ってね、私のって言わなかった。後ろからそっと触ったって言うんですね。なんか親しみが湧きませんかね。その時にイエス様はね、触った瞬間ですよ。すると29節、触ったするとすぐに瞬間ってすぐに血の源が枯れて、根本から癒されて、ひどい、ずっと苦しんでた10年間、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。はっきり分かったんです。あ、治ったって。はっきり分かったんですね。さっきの話ですけど、高原牧師はですね、一番後ろに座ったんですって。一番最後のミニストリーで、痛いと思っておいてくださいって、こう首とこうね、手を置いたんですって。そしたら、パール牧師はね、向こうの方にいたんだけど、首と背中かな、痛みが消えましたって言った瞬間ですね、これは突然秋元さん前に来たんです。まあ、もちろん本当に来たんじゃないですよ。こう遠くにいたのに突然ファッとこう前に秋元さんが現れてきたんです。でびっくりして、えっと思って、それでパッと手を離した瞬間スーッと治ったんですって。びっくりしたって、奥さんが隣にいてびっくりして、ね、本当に治ったって言ってね、喜んだそうです。毎晩いつも揉んでいたそうです。こうやって私も毎晩揉まなくて済むとか言ってね、喜んだんですけど治ったんですよね。今に至るまで癒されています。
面白いですよね。期待していったときにね、一番後ろの席でも癒されるんですよ。自分の方で、ね、断食して祈るってとっても素晴らしいんです。キャンプで言ったけど、食事というのは聖書ではすごく大事だから、その食事を避けて祈るとかとっても大事なんですが、神様に断食しなさいってだけは喜んでしましょう。でも自分の方でなんか断食しないといけないわってこう勝手に決めて、ああ、できなかったからダメなんだとか、こうしていないからダメなんだ、こうやってないからダメなんだって結構思っている人が多いんですよ。あなたの方で決めてませんか？神様ってそんなに、うるさいんですか？こうしなきゃダメよ、ああしなきゃダメよ、あなたはこうしないからダメなのよって、そういう方なんですか？私の知ってるイエス・キリストはそういう方じゃありません。恵みと憐れみに満ちた神です。パウロは全ての書簡に恵みと平安がありますようにって書いて、テモテにだけは、弟子のテモテにだけは恵みと憐れみと平安って書いたんです。神様って憐れみと恵みしてるんです。今日ね、主に期待したいんだけど、でも私ちょっと最近この信仰がね、良くないし、ちょっと祈ってないしな、今日は献金ほとんどなかったの、すいません神様、とか思ってる人が、いないかもしれないけど、いたとして大丈夫です。何の問題もありません。あなたが1しかできなかったら99を神にしてもらいましょう。あなたが99できるときは誇らないで、本当に恵みだなと思って1を受けて、そして祝福を受けてください。足りないものは神が負われるんです。イエス様は主のもとに来て、主がきっとしてくださるって、こんな私でも助けてくださる、こんな私でも憐れんでくださる、こんな私だって祝福してくださると、あなたが信じた通りに働かれるんです。聖書の神様は、私たちが罪人であったとき十字架にかかったと書いてあるんですよ。私たちが力がなかったときに十字架にかかってくださったんです。私が弱いまま、罪人のまま、汚れ切ったまま、主のもとに行くときに、その私たちを愛して十字架にかかり、清めて許してくださる方なんですよね。主に期待してほしいんですよ。そのエス様に期待してあげたい。そしたらそのエス様はまだ怒るんですよ。で、この女の人はですね、もう後ろからさえ触ればと思ったん。その通りに治ったんですよ。後ろから触った瞬間に。びっくりしたんですよね。はーって分かっ、で、面白い。はっきり分かったんですよ。神様ってあやふやじゃありません。はっきり分かるんです。明確に触れられるんです。ただ面白いですよね。そしたらね、イエス様はね、振り向くんですよね。だけど、イエスは3節、すぐに自分の内から力が出て外に出ていったことに気づいた。ふっと力が出ることに気づいたんですよ。つまり、イエス様から力が流れていって、この女の人は癒されたんですね。で、群衆の中を振り向いたの、パッてね。誰が私の気持ちを触ったんですかって言ったんですね。で、これは、なぜ聞いたかって言ったら、この後言いたいことがあったんですね。それで、パッと振り向いて、誰が気持ちを触ったんだ、力が出ていったって言ったわけですね。ということは、イエス様から力が出ていって、この人は治ったわけですよね。で、ところが弟子たちはですね、言ったんですよね。いや、弟子たちイエスに言いました。いや、群衆があなたに押し迫って、いっぱいこんな人がいるんだから、そりゃ触りもしますよって。そんなね、誰が触ったなんて言ったって、こんないっぱいいたらいろんな人が触ってますよってわけですよね。それはそうでしょう。だから誰が触ったというのがおっしゃるんですかって、いや、そりゃいろんな人触ってますよって時に、いや、違うんだって。確かに私に触った人がいる。力が出ていったんだ。ということは、いろんな人が触ったんだけど、この女の人だけ癒されたんです。どうしてか。この女の人だけは、触れば治ると信じていたんです。期待して触ったんです。きっと今日賛美で神様触れてくださるって思ってきた人、触れられたでしょ。賛美かと思ってた人 いないと思いますけど、いないと思いますけど、全然違うんですね。それでもね、その人さえ触れてしまうほどあった時の臨在ってあるんで、そういう臨在はこれからね、溢れてきます。でも期待してるかどうかって全然違うんですね。この人、いろんな人がイエス様に触れたと思います。着物にこんだけ人がいったから。でも癒されたのはこの女の人だった。どうしてか。この女の人だけは、触れば治ると信じて期待して触ったんですよ。イエス様の方も分かったんですよ。力でいったって、誰かが触ったんだって。で、こう見ました。ね、これ犯人探しじゃないんですよ。この人にね、言いたかった。あなたの信仰が直したんだよって。ね、そしたらですね、この女の人はですね、イエス様を見まして探してるのでね、3つなんです。恐れおののき。これは、怖いっていうよりも畏敬のですね、恐れおののいて、
自分の身に起こったこと、完全に治ったって、10年間ずっと婦人病で苦しんでたんだけども、イエス様の話を聞いて、この方だったらきっと治してください、気持ちそれだけでいいと思ってきたら、触ったらその瞬間治ったんですって、こうその通りのことをイエス様の前にてひれ伏して、これはもうやっぱり恐れを持って言ったん。イエスに真実を余すところなく打ち明けた。イエス様は何て言ったかと言ったらですね、娘よって言われたんです。で、呼びかけって大事なんですよね。日本の場合夫婦でね、よくねお父さんお母さんっていうことが多いんですよね。別にいいですよ、いいですけど、子供中心にねって言うけど、私はあんまり好きじゃないんですね。子供が中心じゃなくて夫婦があって子供だから、本来 ね、だから、ね、何て呼ぶかって大事なの。呼び名ってどうやって呼ぶかって ね。で、この時ですね、娘よって言ったんですよ。この人嬉しかったと思います。イエス様に娘よって言われたら、まあ、声でもいいんですけどね、男性の人どうでしょうかね、声って言われたらね、娘よって、さっき聞いたんですね、第一代でね、娘よって言われたら嬉しいですかったらね、パッとね、一人の、ね、女性がね、嬉しいですって手を挙げて声出して言ったんですね。75歳でした。80代だろうと70代だろうと娘です。もちろん若い人も娘です。イエス様にとってはひ孫ができても、イエス様にとっては子で、我が子です。主から娘よって我が子よって言われたら嬉しいでしょうね。娘よってなんかすごくあったかみを感じませんか。娘よって、あなたの信仰があなたを治したんですよ。いや、ちょっと待ってください。イエス様は力が出ていってのは分かって振り向いたんだから、主から力が出ていって、その主の力がこの女の人を治したんですよ。そうですよね、主が治したんですよね。でもイエス様はそうじゃない、いや、あなたの信仰があなたを治したんだよって、その信仰があなたを治したんだよって言ってくださった。嬉しかったと思いますよ。だって言われてもらうね、いや、あなたの信仰が、あなたの信仰でね、助かった、本当にあなたの信仰のおかげですよって言ったら嬉しくないですか。男の料理の時にですね、いや、この肉豆腐が、いや、この、広島ほくろみが、みんな言わなきゃいけないんですね。私、春雨スープが良かったんですけど、肉団子が欲しかったけど、春雨スープが特に欲しかったんですけど、で、あと後で食べたらね、関西風のお好み焼きもよかった。ちょっとこんな話したら止まるからやめておきますけど、 牛肉のね、肉団すき焼き風 の豆腐もですね、牛肉はいい牛肉なんですよ皆さん。つまらないこと言ってますけども、やっぱり嬉しいわけですよね。で、いやーよかったって嬉しいですよね。やっぱり料理がいいですねとか言ったら、あなたの信仰、あなたの話したんだって、あなたの信仰だよって言ったら、わしイエス様だと嬉しいですね。本当に嬉しいですよね。私はよく境内のことね、あんま明かしませんけど、求めるわけですね。で、本当に神を助けてくださって今まで生きてきたんですけど、本当に神様ありがとうございますって時に、あなたが祈ったからだよとか、あなたの信仰だよって言われたら嬉しいですよね。本当にそれは、ね、これあなたの信仰、あなたを治したんですよって。で、その後ね、安心して帰りなさい、病気にからず健やかでいなさいって言ったんですよね。これとっても大事なんです。人ってね、治ってもね、思ってしまうんです。またかからないかなって、しばらくしたらぶり返さないかなって、思いませんか？いつも私が話をするペトロ伊藤牧師、奥様の春美さんに祈って、感動的なね、車椅子で側腕障害治った話、正直言ってました。あ、でも、ちょっとしたら戻るかもしれないと思ったんですって。で、2、3日経ったらまた痛むんじゃないかと思ってたんですって。でも、もうあれから何年でしょうね、いまだに完全に癒されてる。側腕症で痛んだことは一度もない。奥さん申し訳ありません、本当のこと言いますけど、半世紀を過ぎてるんですけど、奥さんは治ったんですね。でも彼はそう思ったって言って、人ってね、結構思うんですよ、あれまた戻るんじゃないかなって、治ってよかったと思っても、いや、また戻るんじゃないかって不安になるわけですよね。で、イエス様はそのことをよく分かっていて、病気にからず健やかでいなさいっていうのは、いや、大丈夫だよって、これからもう病気にからないで健やかでいれるからねって、だから安心して帰りなさいってね、まあ、日本語は先になってるけど、安心して帰っていいんだよって、もう病気にからずこれから健やかに生きれるからねっていう、今だけじゃなくてこれからのうちのことも神様は約束してくださったんです。なんで神にとっては常に今が時なんですけど、今なんですけど、だけど同時にこの天に帰るその日までイエス様は今だけじゃなくて、この将来のことにまで語ってくださり、大丈夫だからって言ってくださるんですよ。先のことを心配してる人いませんか？どうしようって。大丈夫です。
神があなたと共にいてくださるんです。イエス・キリストがあなたと共にいてくださるんです。十字架にかかるほど愛して復活されて今生きておられるキリストがあなたのうちにおられるのです。でこのキリストがあなたを導かれるから大丈夫なんです。試練や困難がないとは言いません。なぜかというと私たちは罪人でサタンがいるから。でもどんな試練や困難が来ても全部それを神様は益に変えて祝福に変えて大きければ大きいほど大きな勝利と祝福を必ず与えてくださるんですよね。だから大丈夫なんです。この人に関してはもう病気にかからないから心配しなくていいからね。10年間長かったけど治ったって喜んでるけどふっとねあ、もともとどうしようって思うことは大丈夫大丈夫そんなことはないよっていうことなんですよね。これねすごく大事な言葉なんですよ。人ってね怒るんですよ。ふっと不安が持ってきて、でもいやそんなことはね大丈夫だよっていうその言葉なんです。なんかすごく主のねなんか愛の深さを私は思うんですね。でそれがキリストなんですよね。で主はその愛を持って私たち一人一人に語ってくださるということをね知ってほしいですね。イエス様は今日もこの場に満ちておられてあなたに語られます。私はあなたを癒すって、あなたの痛みを取り除くって、熱を下げるって、あなたに癒しを与えるって、回復を与えようって、うつ病を治すって、主がおっしゃれば癒されるし回復するんです。主が許したって言ったらもう許されてるんです。そして神様は私たちを許したものとして祝福してくださるんですね。でこのね主の恵みをね皆さん受け取っていきましょう。そしてたくさんの人に分かっちゃっていきましょう。そしてねそれが流れていきます。で面白いのはねこの女の人にわだわだね振り向いて告白させたでしょ。癒されたんですよって言葉に出して、そしたらイエス様があなたの信仰は直したんだよ安心して帰りなさいって言ったんですけども、告白させたんですよね。声に出して言ってすごく大事なんです。声に出して言った時それが確かになってくるんです。で結構クリスチャンはね神様素晴らしいってことをね秘める人はいるけど秘めないで、ね、語ってほしい人々に向かってイエス様は癒してくださるんだよって、救ってくださるんだよって、イエス様助けてくださるんだよってことをどんどん分かっちゃってください。あなたの信仰が強まります。あなたがもっとイエス様のことを深く知ることができます。それをねどんどんね表していってほしいというふうに思います。はい、終わりますが、この長崎はですね251年間隠れキリシタンがいたんですよね。で隠れた。で250年間信仰を隠れて保ち続けたことは世界宗教史上素晴らしいことなんです。それは確かに素晴らしいんですけど一つマイナスがあるんです。隠れてしまった結果公に出さないっていうのが結構あるんです。でも聖書のこと言ったんや、よく言うね態度で表せばいいってね。もちろん態度で表してください。愛するかどうかっていうのは一応口で言っても愛す態度が必要です。やっぱりね。だけど声に出して言わなきゃわからないんです。イエス・キリストっていう言葉を語らないと、あ、よかったねって、あなたいい人ねっておしまいなんです。あったかいわねっておしまいなんです。いや、イエス・キリストがやったんだよって言わないとわからないんです。イエス・キリストの皆によって祈ったから癒されたんだよって言わないとわからないんです。イエス・キリストが解決したんだよってことを、このイエス・キリストのことを分かっちゃうことはとってもない。でもこれを言おうと思うとね、勇気がいるんですよね。性の力がいるんですよね。やってみてください、わかりますから。全然平気な人はもうある程度こう語ることに慣れてきた人、聖霊の助けがいつもある人ね。何とか言いましたけど、私は東京から長崎に来た時に東京でバンバンやってたからもう行けると思ったら本当に語れなかったんですね。キリストってキって言おうと思ってキリ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 と言ってですね、バカみたいですけど言えなかったね。で何でも言いましたけど声かけてねパッとこっち向いたらニコッと笑ってね、全然か反抗できないと、ニコッと笑ってんのに、いや、キリストって話をしようと思ったのに、時間何ですかって聞いてね、よく言いますけど、恥ずかしいけどね、イエス様の話をしようと思う。他の話はできるけど、イエス様の話をしようとすると、聖霊の助けと力がいるんです。そうすると人は祈るんです。主の力が来ると語れるんです。キリストを語り出すと、その語った言葉の真実が相手だけで自分にも現れてくるんです。イエス様愛してるんだよって愛が注がれてくるんです。イエス様癒してくださるんだよって癒しの力が自分にも注がれてくるんです。言葉は想像していくんです。キリストのことを語るときその力が自分にも相手にも流れ出すんですね。でイエス様はこの女の人に振り向いてわざわざ告白させました。治ったんだよって、こうやって怒ったんですって、ちゃんとそうだよもう治ったんだよって、あなたの信仰は癒したんだよって、病気が少ない、これからずっともう大丈夫だからねって押したわけですね。それはね、告白していただきたいと思います。その時に
神の、ね、素晴らしい技が出てくるということをね、ぜひ覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きとある神様で、今日も変わらずに私たちを愛して触れてくださる神様です。一人一人に触れ、体に、心に、霊に、人生に触れ、また一人一人が愛している大切な方に触れて、その方がどこにいてもその方に触れて、体を健やかにし、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決、勝利を与えてください。今お祈りしますので、まず、祈りがかかるために悔い改めの時を持ちたいと思います。一人一人主の前に悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。自分のことでも家族のことでも結構です。友人でも、病気ならばそこにいておいてください。傷んでいるところあれば、心の問題なら胸に置いて、霊的な問題ならそこで胸に置いてください。また、境内であっても、お仕事であっても、どんなことでも構いません。あなたの一番の願いを主の前に祈りましょう。また、自分じゃなくて家族友人であっても、その方のことを思い浮かべて祈りましょう。その方がどこにいても、今主はその方に手を伸ばしてくださいます。天の様、今イエス・キリストを願って祈ります。一人一人の心の叫びに応えて、ここに見せておられるキリストが触れ、心を合わせて祈ります。主が語りてください。イエス・キリストになって心と体を、癒されよ、頭痛よ消えてなくなれ、恐れよその人の力から出ていけ、全く愛を恐れを締め出す、恐れをその人の力から去れ、鬱の霊その人の力から出ていけ、膝の痛み、腰の痛み、イエス様になって命じます。膝と腰を、痛みを消えてなくなりなさい。喉に触れてくださり、喉にある痛みを、しびれを、イエス様って見せる。喉と肩から消えてなくなれ。壊死している振動、生き返りなさい。再び動き出しなさい。イエス様は何よって再び動きなさい。難聴の方の耳に触れてくださって、正常に普通に聞こえるようになる。全ての周波数が、全ての周波数が正しく聞こえるようになりなさい。イエス様は何よって、イエス様は何よって聞こえるようになれ。後頭部がなんか痛いというか重いというかおかしい方、そこに手を触れてください。今癒されなさい。どうしても否定的になってしまう、自分でも分かってるんだけど何か否定的になってしまう人、これ霊的なものです。イエス様によって、その否定にさせていく否定の霊、否定的な思いさせる否定の霊をイエス様って、その人の力出ていけ。御言葉を読むと眠たくなる、説教を聞くと眠たくなるという人ですね。単に疲れているって問題じゃなくて、御言葉に対するなんか攻撃を受けています。これに対してちゃんと祈りなさい。でもさ、御言葉に覆ってくる力、御言葉を覆ってくる力をイエス様って見ず、完全にその人の力出ていけ。御言葉を覆ってくるような力を完全に断ち切る。あらぶらぶらぶら、すごい自分の心の中に、あ、こうした方がいいなってある促しがあるんです。促しがあるんだけども、うーんと思ってしまって、なんかちょっと恐れが来てるんですけども、それは神からの促しです。恐れずに踏み出しなさい。私によれば力を与えます。踏み出しなさい。それはあなたにとって仕組みではない。そのことをした時に、それを通して思考を受ける人がたくさんいるとおっしゃいます。恐れずに踏み出しなさいとおっしゃいます。あらぶ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 ら、良性腫瘍、悪性腫瘍を体中から取ってください。肺から、また、胸から、羽から、から胃から、水道から、腎臓から、イエス様によって命ずる。リンパから、がんよ消えてなくなれ。良性腫瘍、悪性腫瘍、癒されよ。脳梗塞の後遺症、完全に消えてなくなれ。手と足のしびれ、震え、イエス様によって命ずる。消えてなくなれ、癒されよ。あらばらばらばら、うつの霊をその人の力から出ていけ。統合失調症、完全に癒されなさい。イエス様は何よって。耳鳴りがしている方、今イエス様って耳鳴りを消えてなくなれ。白内障と緑内障、両方完全に癒してください。視野の垣を広げてください。見えるようにしてください。お願いいたします。なんか盲腸なんですけど、
手術すればそれでおしまいと思ったけど、なんか盲腸こじれてるって人がいます。その盲腸のこじれを癒して後遺症ないように完全に癒してください。イエス様って言うんです。それを感謝します。ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、また問題を受けて癒してください。境内の必要を完全に満たしてください。なんか歩むべき道に関してためらっている人がいるんですけど、私が導いています。恐れずに踏み出しなさい。経済的な心配をしないで神の言葉を持って踏み出しなさい。私がその必要を満たしていきます。私にお頼みなさい。私が満たしていこうとしています。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。まず神様に感謝しましょう。ハレルヤ。何かこう変化があった人いますか？体の変化とか何か変化があった人いますかね？オンラインであったらね、ぜひ連絡をしてほしいというふうに思います。はい。それじゃあお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いします。